マサのなんでもドア。はい、皆さんこんにちは、マサでーすっていう感じでね、第2弾というかね、この、農業シリーズね、園芸シリーズっていうかね、これは僕が作ったジオラマなんですけども、ここでねネギをね、植えていこうという、とんでもないね企画なんですけどもね、あれからねまあ1週間近く経ちましたかね。まああんまりね植えたことはねちゃんと覚えてたことは覚えてたんですけどもね、あんまりね管理することもなくっていうかね、水はちょっと時々やってたんですけどもね、まあどうなってるかなと思ってね見てみたらね、さあどうなってたでしょうかね。これね今ねここね移動できるからね、これねちょっとね移動してますね。ちょっとどうなってるかね楽しみにしてくださいねって感じなんですけども、これちょっと移動させますね。どうせそんなもん植えても枯れてるんじゃねえかとかいろんな風に思ってる方もおられるでしょうかね。僕もねあんまり期待してなかったんですね。なんちゅうのかな、あんまりそういう園芸とかね興味ないっていうかね、そんなほとんど初めてに近い感じだったんですけどね、一応植えたのはね長ネギなんですね。長ネギ、そしてで約1週間経ってできたのがこんな感じです。なかなかこっから見たらねいい感じなんですがね、なんか実りの秋って感じなんですけども、ちょっと上から見ますとねまだまだ細いネギですね。これネギというかねこれもかいわれに近い太さですね。まだまだ、これはどうなんかな、失敗なんかな、成功なんかな。まだあれから1週間ぐらい経ったぐらいなんですけどもね、これがもっと太くなってくるのか、どうなんかな。これ間引きしてくださいって言うてたんですけどね、間引きするほどのあれじゃないと思うんですけどもね、絵柄的にはねこんな風にちょっと緑が生い茂ってるよって感じなんですけども、まあ実際はね本当になんか細い僕の手指と見たら分かるようにね、細いこのなんかかいわれみたいな、間違うとかいわれの種巻いたんかなって感じなんですけども、ちゃんとネギのねあれを巻いて待ってね成長するのをね待ってるんですけどもね、こいつらもねまだかと待ってるんですけども、そしてね、こういう感じのね結果になってるんですけども、まあとりあえずねもうちょっとね、また栽培をしてねまたしばらくしてねまた結果を皆さんにねご紹介させていただきたいと思いまーすって感じでね、言ってね、今回はこれはこっちで置いておきましてね、そしてまたね、今回ブックオフじゃないんですけどもね、いろんなものをね、違うリサイクルショップっていうかね、お店っていうかビレッジヴァンガードとかでね買ってきました。もうね7回置いてね、もういろんなテレビとかね、まあ吉岡さんがやってるね、宝くじ買ってもね、もうハロウィン宝くじとかもやってるようなね、もうハロウィンの季節ですのでね、これね前持ってたんですけどね、スクリームのねこの仮面ね、それがなくなったからね、新しいスクリームの仮面を買ってきました。前まではね100均でも売ってたんですけどね、最近あんまり見かけないなと思ってね、それでねパッと見たらねビレッジヴァンガードで売ってたんだからね、これを買ってきました。まあね別に株って何かをするわけではないんですけどもね、ただ部屋に飾るだけなんですけども、スクリームかでもね面白いねホラー映画なんですけどもね、またねフィギュアをまだ作ってるんですけどね、スクリームをね、またねまだアメリカンホラーシリーズのフィギュアができたので、ね、またご紹介したいと思うんですけども、やっぱりねビレッジヴァンガードって言ってもあんまりそんなにいいあれじゃないな、チャッチーなやっぱり、まあそれでもね部屋の飾りですからね、まあこれはこれでよしとしましょうかね。もうお前の100均だとそんなに変わらへんの、なんか書いてあるのこれ、なんか貼ったの、なんかシールが貼ってあるか、これを貼っておいてまして、後ろからでも一応こういう風にね仮面みたい後ろのかぶれるよって感じのねなってるんですけどもね、まあこれはスクリームですね。あとはね、あと買ってきたのは、何を買って、あ、そう、これ
これ皆さん知ってますかね。うん、これね、本当これ赤だと思うんですけどね、帽子の色。これなんだか知らないけど、これ黒い感じになってね。これね、ふえきくんね、糊が入ってるやつなんですけども、これ糊は入ってないと思うんですけども、うん。軽いからね。これ多分ただの小物入れかなんかと思うんですけども、やっぱりね、この小物入れですね。うん。これがね、なんか可愛いかなと思ってね、買ってきたんですけども、これ確かね、赤い帽子やったとはずなんですけども、なんか、黒と黄色の阪神タイガースみたいな感じになって、その特別仕様なのかな。うん。これ、ふえきくんね。うん。昔、子供の頃とかね、覚えてる方もおられると思うんですけどもね、この糊の入れ物のね、ふえきのりってやつね。うん。この置物みたいなのがあったのでね、これも珍しいからね、これもね、買ってきました。そしてね、あとは何あったかな。あとは、そうですね。あ、これ。写真立てね。うん。これはね、またここに吉岡さんのやつを貼ってね、入れてね、あそこに飾ろうかな。部屋の向こう側、部屋っていうかね、あそこのところにね、飾ろうかなと思ってね、うん。ちょうどいいサイズのやつがあったのでね、これを買ってきました。なんでこんなんをやってるのかよくわからないんですけども、それは吉岡さんのことが好きですから、貼るために、貼っとるだけだったらね、ちょっとね、申し訳ないなーっていうのでね、こういう写真入れを買ってきましたーって感じなんですけども、まあ今回はこんなもんですかね、買ってきたもんは。まあ主に、今回はね、こっちのネギのね、紹介をしたくてね、買ってきたんですけど、あ、買ってきたじゃない、動画撮ってるんですけども、まあ、ネギだけの話ではちょっと持たなかったんでね、同時に買ってきたもののご紹介をしたい、ました、していた、した、して、させていただきました、って感じなんですけども、ね、こっち側にね、吉岡さんね、でっかい吉岡さんはこちらに飾っております。こっち側にね、飾ってたんですけどね、こっち側ちょっと、出入り口だからね、ちょっとね、不便だなと思って、こっち側に移動させました。はい。ってことで、笑ってますけども。はい。ということでね、今回はね、ネギの栽培の途中経過とね、いろんな、また、いろんなもん、小物をいろんなもん買ってきたよという動画でした。これ、映んな顔は、ちょっと横向いておいてください。ということで、今回は、そういう動画でしたという感じでお別れしたいと思います。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ワンって感じなんですけども、はい、ワン吉もね、ここでまた見張っといてくださいということで、それでは皆さん、さようなら。マッサでした。またここに吉岡さんを飾りたいと思います。はい。またねー。